ただいまから議会運営会を開会いたします。まず1、議会の運営に関する事項についてを議題とし、括弧1、議員提出決議一件について説明を求めます。遠山議会事務局長。皆様こんにちは、議会事務局遠山でございます。着座にて説明させていただきます。まず先ほど提出されました山本貴昭議員に対する議員辞職勧告決議案は増田一樹議員ほか13名から提出されたもので、趣旨弁明者は増田一樹議員でございます。本件につきましては議会運営委員会終了後本会議を再開いたしまして、選議事件でありますので、まず議長から日程に追加し議題とすることが諮られ、その後山本貴昭議員が除席となり、趣旨弁明、質疑、討論の後採決となります。なお採決につきましては規律による採決となります。説明は以上でございます。ただいま説明が終わりましたが、何か質疑ありませんか。なし。ありませんか。いません。委員長、増田委員。ちょうど私が代表をで提出しておりますので、一言ちょっと、ご説明いたしたいと思います。今日山本貴昭君に対する議員辞職勧告決議案提出しましたけれども、山本貴昭君は、令和4年6月定例会の一般質問中の発言に対して懲罰特別委員会において懲罰が課せられました。議員固有の義務として懲罰に服する義務がありながら、議会の決定事項に従われませんでした。さらには議場における質疑一般質問は本来当該団体の事務について、執行機関に対して性発展のために行うものであるにもかかわらず、特定の議員の行為を証明するための手段に利用した行為、それから議員規律そのものを乱すことであり、議会の権威の保持と議員の職責に反するとして議員辞職勧告決議がその当時可決されました。このような状況の中、今回の令和4年9月定例会においても本市議会の規律を乱し、議会の権威の保持と議員の職責を無視した行為がありましたので、こういう提案を、議員辞職勧告決議案を提出した次第であります。皆さんどうぞご理解ください。他に何かございませんか。なければ以上で本日の議会委員会を開会いたします。はい。